めっちゃできる。なんか似とる気がする、肌のさ、うん、感じとかも。え、わかる、ね、いや、わかる、それやる。こんばんは。でかなんか文字でかだしもさ、ほんまに目が見えんけんさあ、そういうこと。そう、もうこれが安定になったら、これちっちゃコメント。え、でもなんか、うん、やり直したら、うん、ちっちゃくなった。へえ、ちっちゃ、すぐなくなる。そう、すぐなく、すぐ落ちていくコメント。こんばんは。なんかこうやってさ、なんか同じ部屋にメンバーがおってやるとかはあるけど、うん、大々的に誰かと同じ画面に映ってやることない。超久々。口の色が塗ってきます。え、てかこの電気ない方がいいかな。この電気があったら。その電気どこ。これ。あ、それどう、暗い。うん、こっちだよ、反射しとんの。あ、そういうこと。あ、変わる。もう一回つけて。なんかあった方が明るい部屋って感じ。すごい、鏡で映ってるよ、それやってること。本当だ、本当だ。怖い、怖ね。あ、いつも iPad でやるよ。いつも iPad でやってる。うん、いいね、楽だね。そう、 iPad。なんか手元に携帯あってさ、できたらさ、いろいろ調べられるけど。え、ちょっと携帯？私ずっと携帯。へえー。あ、でも一時 iPad も持っとって、うん、やりよったけど、iPad が壊れて、うん、もう携帯だけ。あ、そういうこと。うん。そう、地方セラピー、そうだよ。私も書こうかな。テロップ。私たちのさ、コンビ名ある？ないね。じゃあ、ちほとさらぴ。可愛くないやつしかできん。うん、それな。石よしだ。可愛くない。石よしだ。ちほとさらぴ。うぬぴ。あー、ちほさら。うぬぴ。ちほさら？普通だね。なんかしみさらみたい。確かに。ちほさら。うん、こんばんは。サランヌって。サランヌ、千穂さん要素ないね。確かに、ね、本当のあれが本当の。そう、今日は2人でお出かけしました。イエイイエイ、楽しかった。イエイ。あれぶり、おしゃぶり、おしゃぶり、うん、あの成人式のおしゃぶりおしゃべり、おしゃべりです。そう、カフェとクリスマスマーケット行きました。いや、楽しかった。サラが今日載せたインスタではない。そう、あれは違う。絵ではないけど、うん、楽しかった。あ、コップがある。コップが、あ、ほんまよ。え、これ私持ったる。え、取らなくていい。取ってきてもらおう。いや、あ、私のも取ってきてくれるってこと。うん、あ、ありがとう。え、ありがとう。動かせてしまった。今日は日比谷公園のクリスマスマーケット、うん、日替わりのやつ白やった、ね、じゃーん。サラピが白がいいって言ったら、白ですよって ね、今日は白ですよ。白だった。これは今年でしかないや。割らないでね。え、それな。割らないで。私コップ割ったことないよ、でも多分。え、ある、割ったこと昔。ああ、今年限定のやつだから、うん、え、初恐るじゃないかもしれん。え、ね、かなかもしれんね。じゃあスクショタイムしようよ。ペアマグカップ。じゃあサラピの方から。お次。イエーイ。2022。
2022楽しみこれ使うの、これでココアとか飲みたいね、これいいじゃん、うん、そう今日ねその日比谷公園で、うん、このコップにあのドリンク頼んだらドリンクも入れてもらえるみたいなのがあったんですけど、うんうん、ちょっと飲み物甘い系はいらんねってなって、うん、その前にカフェ行っとったけん、でもこれにもう入っとる風で写真撮ってね、うん、入ってますみたいな、やけんもし乗る写真これ持っとっても多分言わんかったらバレんかったよ、確かに言っちゃった言っちゃった、使ったら持って帰るの大変やしって、そうなんよ、だって東京にね住んどったら、うん、普通に使っとったけど、しかもなんかみんな人が多くてギリギリに入ってるのを頑張って、うん、歩いとった時、あれはちょっと無理だわ、うん、こぼしそうやった。クリスマスマーケット2022初クリスマスマーケットだった。イエーイ。イエーイ。なんかサッカー優勝したみたいな。そっちわからん。イエーイ。いいやん。ブラボー。ブラボー。楽しかった。毎年行きたい。イエーイ。クリスマスマーケットめっちゃ良かった。なんか美味しかった。ね、美味しかった、うん、めっちゃ美味しかったよね、しっかり美味しかった、ちゃんと美味しかった、うん、良きでした。めっちゃ多かった、なんか当日券で1時間待ちって言われとったけど、うん、30分くらいやった、うん、でも列めっちゃ長かった、そうユニバかと思う、うん、アトラクションやった、あれこの服は今日買った、そう今日買って今日着た、選んだ、そうかわいい、これ部長さんに言われてなかったら、さら普通に一人でいつも通り買い物行っとったら、うん、これは多分悩んで選ばん買ったやつ確かにあんまりイメージない、これワンピースになっとってかわいい、これなんかできよう、タワーのあれをします、ケンさん STU タワーありがとうございます、ケンそのあれやめてくれんか、うん、うん、そうかわいい、千代さんっぽいこれね、それめっちゃ私っぽい、うん、私なんかそんなん持っとる、うん、こういうの着とるイメージあるね、似合う、サラピもっと大人っぽい系も着てほしい、フリフリ系も似合うけど、どういう大人っぽい、なんかサラはあれ系言われる、うん、なんかちょっと悪ではないけど、うん、なんていうのかっこいいクール系、うんうんうん、言われる、うん、着てほしい、言われるこっちは絶対似合う、そっち系、うん、そう似合うのよ、クールビューティー、うん、クールビューティー、ギャルっぽいの、確かに、そう、超10代で、うん、あのギャルのやつ着た、うんうんうん、あの時とかに言われた、うーん、ああいう系がどうのって、絶対自分じゃ選ばん私服じゃあ、うん、選ばん系と、でも絶対似合うと思う、ああいうの、うん、ちょっとアイドルなかなかおらん、なんかフリフリと、うんうん、おとなしいの間ぐらいが好き、うん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 、間らへんブリブリすぎず、うん、なんていうシンプルすぎずみたいな、うん、間、すごいお互いのコーデ決めてやってほしい、やりたい、そら千代さん、うん、でも千代さんどういう系なんやろ、どういうの着せたい、千代さんに、うん、あのいい女系、着たい、いい女系がいい、お姉さんみたいな、うん、なんか意外と選ばんくない千代さん、確かに、いい女系ってどんなメンバーで言ったら、メンバー、うん、でもなんかあのスナイデルとかそっち系のリリー・ブラウンとかそっち系の、うん、千代さんがちょっと選ばん、あ、可愛いけど大人のライン、うんうんうん、確かに大人ライン、さっきからちょっと割れるよね確かに割れるわもう冷めよう、これ結局役目なかった、確かにこれいらんかったね、うん、楽しかった、これにゃん
かった。2022でもさ、このまま書いてくれるならさ、うん、入場料1000円ただみたいなもんじゃない、うん、な全然いい、うん、めっちゃ広かった、めっちゃ人おった、うん、超並んどった、思った何倍も広かった、え、それな、普通に一角、うん、いっぱいあった、なんかどっかのなんかあれみたいだった、テーマパーク、うん、ね、リフレッシュしました、また連れ出して、連れ出す、マジで連れ出して、私セラピーから誘われんかったらもうずっとホテル降りてもったいない、え、なんかもったいないと思った、今日行ってみてでしょ、うん、楽しかった、いっぱい外出よう、うん、連れ出してくれ、でも前回行ったのいつだっけ、うん、あれ5月、5月、え、5月だっけ、5月だわ。今何月？ 12 月？はい。ええー！だってあの成人のさ、うんうん、なんかの後に行ったけん。そうじゃん。5月だ。懐かしい。え、やば。あの時ペリクラ撮ったよね。え、撮ればよかったね、今日。確かに。頭かけなきゃ見えない。やば。確かに。ね。うん。やば。そう考えたらやば。もっと行こう、行こう、え、でも前も言ったけどさ、うん、さ、あの千代さんはこういう日とかもう出たくない人間だと思っとったけん、え、言ってたよね、全然別に出たいんですけど、なんかいざ行くとなると、うん、なんか別に行く人もないし行く場所もないし、うん、誘われたら全然行くみたいな、うん、けど別に行かんで、一人なら別にめんどくちゃーい、そう、めんどくちゃーいってなる、でもそれ人だったら行きたい、誘って、ほんまに堪能してるよねもう仕事終わりでも、そうだよ、そう、カフェとか、うん、めちゃくちゃ東京のカフェに詳しいと思う、うん、サラピー、もう広島行き尽くしたね、でも広島もさ、なんだかんだ結構あるじゃん、え、遠いとこ行こう、遠いとこ、え、遠いとこ行きたい、どうやってでもレンタカーしてマジそう、運転してもらって、うん、死ぬ覚悟で死にたくないいいなら、うん、全然行きますよ、え、ペーパー、ペーパーですね、え、でもたまに運転する、ああ、うん、多分事故したことないよあったら乗れ怖すぎて乗れ、うん、そう、そうね、遠いとこいっぱいあるよね、広島、え、あるあるある、うん、もう市内はもうない、行き尽くした、うん、え、電車で行こうよ、乗って、うん、福山とか、うん、え、マジ、うん、行く気ある、確かに、だから、え、でもそれなら岡山とか行きたい、え、行きたい行きたい行きたい、クラスキー行きたい、岡山とかに行った方が、行きたい、岡山行きたいな、そっちがいい、ね、岡山おしゃれなカフェあるイメージある、うん、めっちゃ、桜敷行ったことない、地味に、え、そうなん、うん、行こう行こうとして行ったことない、うん、私めちゃくちゃなんか倉敷率が高くて仕事で、うん、ない、6回ぐらい多分行っとる、ないや、なぜか、どこよく行く、尾道は、え、1回とかしかないかも、え、そうなん、うん、意外だね、広島内でそんな行ってないかも、うん、割と、宮島は、え、でも宮島もうずっと行ってない、いつ以来、あの時ぐらい、3周年ぐらい、あのホテルでみんなで衣装着てなんかやった時、めっちゃ前、ああ、え、あの時ぐらいの3月ぐらいにリンコと行って、うんうん、え、1回しかない、え、マジ、え、アリちゃんと行ってなかった、行ってない、え、あ、池田とも行こう、池田とも行こうって言って、うん、
結局なんか行ってなくて、うん、大ちゃんとも行こうって言って結局行ってなくて、うん、てかりんこさんと行ったの？めっちゃ前に行った、珍しいって言われて、うん、宮島も行こうって言って、うん、その時初めて行って、うん、マジですって言ってない、あの時スペイベで あそこには入っただけ、うん、あえ本当に行ってない、行ったら水族館行ったね、うん、なんか結構行けるしと思って、うん、でも意外と行ってない、確かにね、宮島もいいね、宮島ね、うん、で友達も行きたいって言っとるけん、うん、え待っとくよって言って、うんうん、でもなかなか会わず行ってない、うん、なんだかんだ行ってない、うん、ほんまだね、宮島とかカフェいっぱいありそう、えあるね、でもなんか白系ではない、うん、確かに白がいいの、うん、でももう別にあれとってか、うん、うん、白じゃなくてもいい、うん、カキ好き？好きじゃない、アナゴ飯は？あ好き、え？なんだかき好きじゃないの？え？なんかああいう生のものを食べれん。焼きガキは？食べてみたら食べれるのか、うん、えなんかもうダメっていうあれがある。うん、あね。食べたことない。カキ美味しい。え食べなかったじゃんけあの時もめっちゃ前 CM Now の時も同じ話したよ。覚えてないでしょ。怖っ、ね、給料金庫やろ、そんなんやったっけ、怖いんですよ、あ、分かった、あの美味しい鉄板焼き屋さんの撮影の時、そうそうそう、なんでもいいよって言われて、うんうんうん、めっちゃ食べたよね、うん、で、千代さんが、牡蠣はって言って、最後嫌いやけ、いら、食べって言って、うん、ってその時も言われた、覚えてないよ、え、何が嫌いなの、何、うん、え、でも生のそういう海鮮類割と苦手、寿司は好き、え、なんか牡蠣とかあ、ホタテとかそういうのがダメかも、うん、あの生のやつが、あで汁に入ってるとか、うん、茶蒸しに入ってるとかっていける、あとは嫌いなの、うん、そんなない、あるかもしれんけど、うん、あるっけって感じ、うん、ウニはダメ、え、そういうのがダメ、あ、海がダメなんや、うん、山は、山あ、キノコダメ、じゃあ結構何も食べれんじゃん、食べれるよ、だって野菜嫌いでしょ、うん、え、でも野菜は、それも生が嫌い、野菜も焼いとったらいいん、なんかカレーに入ってる人参とかそういうのはいけるけど、うん、人参いけるん、いける、え、なんか人参嫌いな人は多くない、うん、でもいける、あ、そうなん、納豆も好きだよ、うん、私も納豆好きだよ、でもあるよ納豆あのキャリーケースの中に納豆入ってる、腐るよ、え違う、あの一昨日ぐらい買って、うん、冷蔵庫入れとって、うん、あ今日の何時か、今日の移動したけんキャリーケースに入ってる、納豆はダメだよ、冷やさないと、えそうだよね、うん、でも納豆ってもともと腐ってるやん、えでもあの時も言われとったじゃん、カラーズの時もさ、うん、納豆を持ち歩いとってさ、あそうだ、その時納豆持ち歩いとって田中美穂たちに、うん、やばいですよって、で沖ちゃんにあげたんだよで沖ちゃん欲しいですって言っとったのめっちゃ覚えてる、うん、じゃああげるよって言ってえ何が嫌いなんやろ、確かに納豆、納豆いけるんだ、うん、納豆は好き、買おう、買おう、買う、おい、だいたい冷蔵庫に入っとる家の、えじゃあ気合うじゃん、うん、納豆は好き、豆腐、好き好き、豆腐に感動え、なんやろう、え、じゃあさ、だいたい自分の家の中にある、うん、そういうの何、冷蔵庫、うん、納豆、うん、一緒、豆腐、一緒、卵、一緒は絶対入ってるかも、割と、え卵あったらどうにでもなると思ってる、え、言うね、うん、わかる、チーズも入ってる、なんかあのどういう、こういうチーズ、あ、ちっちゃい、うん、え私絶対入ってる、あ4つとか入ってるやつは入ってる、ほとんど一緒、入ってる、その辺は入ってる、でももう無駄なものは入れんようにしてる最近は、冷蔵庫さえもそう、ミニマリストだね、そう、ね、大豆系が好き、確かに、え、でも枝豆とか好きじゃないよ、え、なんで、納豆は好きやけど、うん、枝豆とか、うん、あの、ね、グリーンピースとか、あ、グリーンピースはダメやわ、そういうのダメ、そら豆はあ、ダメ、そういうの全部ダメ、なのに納豆はいける、ね、納豆美味しいよね、納豆なんか違くない、うん、違う、豆じゃん、なんか野菜、ね、なんかさ、おしゃれなカフェとかの、うん、ランチとかの、うん、サラダとかに入ってる豆、あ、わかるよ、わかるよ、あのなんかさ、パサパサしてる豆やろ、ひよこ豆、ダメ、ダメそういうのダメ、わかるわ、
嫌いなの、まあ、そう何じゃあ好きな食べ物は米意外米めっちゃ好きさ弁当でもおかずより米の方がなくなる人、うん、そう米食べる、米とふりかけとかであの弁当なくなる人、うん、明太も好きあ福岡じゃんそう明太は何の明太でもいいのうん割とえもうすえもう何でもうん、割とえ、なんか、うん、だって明太ってさ、うんってなる時もあるけど、めっちゃ違くないもの言って、うん、ってなる時もあるけど、うん、まあ、ある程度の明太いける。へぇ、そうなんだ。え、ベーグル食べてほしかった。君が大きい声出すのやめてほしい、マジで。いや、今、パン、パンって文字を見て。うん、そう、なんか今日ベーグル、なんか屋さんがあって、そう、ベーグル、ベーグル。なんかあベーグルベーグルってお店の名前なの、うん、なんか駅の中にチラッと現れてそうずっと買いたかったやつ、ね、買っとったよねそう買った私ベーグルシュトーレンのやつ、うん、興味なかったからそう美味しいのへえー、それ食べる時に私がいたらさ、うん、一口ちょうだいいいよ明日うんいるかな嫌いなものあるあるよゆで卵あえそれは卵単体はいいってこと普通の生卵とかはいいけど、うん、ゆで卵はダメってこと、うん、えなんか普通に携帯触るじゃんそうだよこんなこんなさそんなやったらもうさのいつもの配信見てられないよ多分見てられんわ見てられないそうなんだ多分私のファンの人でさ、うんサーフィンの見たことない人とかがおったらさ、うん、びっくりするびっくりする今普通に携帯触り出したから食のフォルダを見ようと思ってえすごいえそんなフォルダを作ってんのあほらほらあの時のあえ懐かしい、ね、えこれ食べてなかったのえウニホールン食べてなかったんだってこれ美味しかったえ美味しかったよね、うん、えこんなさなでもさ見せないってことどういうことえほんと人に見せてあげないのこの見てる写真え見せたりもするよ配信中見せてあげなよこれウニホールンうんウニホールンこれ美味しかったこれめっちゃ美味しかったここのお店ね、うん、名前覚えてないけど通るたび思い出すね、わかるえ、この大きいやつ食べたことあるのダージーパイあ、これダージーパイっていうのかそう、台湾の、うん、唐揚げそう、これ大きいさ、薄っぺらい薄っぺらいじゃない平らにして大きいやつ、うん、そう、ぶらっとこういうとこが好きあ、おい、釜飯みたいなのめっちゃ好きこういうのメールで送りうるあ、そうなんやそうなんかでも全部取り方うまいねそう、全部別使わなくてもちゃんと取るかも、うん、へええ、美味しそうなんか美味しそうなとこいっぱいあるこれ山口あの、唐戸市場らへんえ、美味しそうあの唐戸市場は土日しかやってないじゃんあの、うんうん、寿司のとこああだけん平日に行ったりしたらその隣、うん、周辺にある定食屋さんに行く、うん、そっか、唐戸市場福岡近いもんねそう下関うーんえこういう海鮮は好きうんああねめっちゃ好きほらほんまだえ意外とそういうとこも行くよねあーええー、行くめっちゃ行くそうなんや水深いいねえそれどこ、これ長崎えこれ長崎、うん、これええサーモンでかー長崎にあるえめっちゃ美味しそ う, そうえでもこれさえ自分で食っていうあれも作ってんのそうえなんかあ、これあれだよ豆だね秋田あ、秋田行った時のえ、そんなんやったらあれあるよ何全部調査しかも英語で地方おしゃれでしょうん、おしゃれ地方ホルダーがあるそうだよ、地方ホルダーあるよえ恥ずかしい見てやだあるよ、全部でもね、本当だ大抵の写真は使ってない本当だねえ、本当だえ、それ懐かしいでしょ超懐かしい超懐かしい懐かしいでしょ超懐かしいいっぱいあるよ超懐かしいえ、私たちさ、意外と歴長いね、うん、そうだよ、え、でも見てこの一番最初のあのタクシーあ、覚えてる覚えてる覚えてるあ、そう3人でさえ、
そう、弥生と、うん、公共なんたらの桜の花びらたち終わりで、うん、終わりで3人でね、そう、タクシーどこ乗るってなって、うん、サラがここに乗るって言って調査の方行って乗ったやつ、弥生と。めっちゃ恥ずかしい。この時に、この時に調査が、うん、あれよ、なんかサラと弥生のことをこう、そうそうそう、友達に似とるみたいな、ったなんかすごい雰囲気が接しやすいみたいな言ったんや。これ一番最初、舞浜。あ、覚えた、私この時列ができたんだよ。そうだよえ、そうだよ、やばい列ができて、おもろい、うん、美しい。これあれ、ドライブインライブ、よう覚えてるね、うん、これ多分最初のあのチャートリと、うん、リトちゃんの時のやつ。そうだよ。え、すごっ。この時、距離取れって言われよった時。え、ほんまや。懐かしい。お話し会の会場で、うん、漏れるためにカーテンの中に入れたら、うん、ふーさんに引かれたやつ。ふーさんと弥生も取り寄って、ふーさんにガチ勢がおるって言われた時、うん、言いそう。これは完璧だ。え、懐かしいね。え、超懐かしい。懐かしい。え、懐かしい、懐かしい。いっぱいあるよ。バイバイ、めちゃくちゃある。これサラが、うん、AKB 失恋ありがとうかな、ああああ、かなんかの、そうかも、お話し会の時に、うん、サラがパーッと走ったら、うん、来たって言われた、ちょうど来たって言われた時よう覚えてるね、ほんまに。これあれじゃん、あ、このチェキサラ持っとる、ずっと。うれち、これあれだよ、あの4周年だ、うん、4周年のレッスンの日、うん、賛成かわいいとかのフリーレイやった、ね、え、なんでそんな覚えたの、すごいね。え、さ、その日誕生日で田中美穂とアフタヌーンティー行った帰りにレッスン来て、うん、そしたら長さんがくれたパンプレ、あ、そうやわ、うん、ぜひ。これ長さんの生誕、え、私でも覚えてないわ。あれだ、一緒に撮ったの覚えてるけど、チャータイの公演で、うん、それがだ、誰の何人か長さんの生誕で、長さんが髪切るって言っとったけ、うん、サラがポニーにしてって言った。そうじゃん、この人すごい、めっちゃ記憶力いいね。初めて出た日、滝野さんの生誕、え、すごい滝野さんの生誕の日で、覚えてよえ、ほんとになんかさ、覚えててよ、ほんとに声出さんといてくれトラウマになりそう死ぬこれはね、渋谷の音。え、覚えてない。え、渋谷の音だよ、これは。シナ、なんかすごい髪の毛だねって言ってきた。覚えてない。シナモンみたいって言ってきたこの髪の毛言ってきたり。いや、ほんまにすごいね。うん、え、ほんまに、ほら、長い方がいいよ。え、確かにね、うん、確かに。でも、もう切らんと決めた。でも前髪直す。あ、そっち、うん、そう、あ、これ覚えてる。あ、これ覚えてるよ。これはあのリアルお話会でしょ。あ、そう、ベレボ一緒、ね、一緒だねって言ってきたよ、ね、そう言ってきた日よ、写真たらーん、うん、これは、いや、覚えてない。あ、うん、いや、覚えてない。新年一発目の僕、こういう、え、怖い。だってこれ2回目だもん、あれ出たの、うん、あ、年内はクーカさんがおって、元日じゃないよ、友達だよ。あ、そうだそう、やばい、の時だよ。これもあれだ、あ、成人の時、うん、え、その時じゃないよね、その後の時よね、その時じゃない、一緒に行った。懐かしくない、これ。懐かしい、クリスマスだね。インストアライブ、すごい、この人クイズ大会になっとる。確かに、そして、そして全部教えんっていう見せてもやらん。え、めっちゃかわいそう見せてもやらん、二人の世界すぎるやろ見せてもやらんよ、もやもやだけ詰まって。あ、それ覚えてる、覚えてる。あ、一緒にラジオ行ったよね。そう、ありありありよ、ありありありよ、いっぱい撮ったやつ。懐かしい、なんか見せてあげたら。そうだね、うん、ありありありよ、ありありありよ、ありありありよだよ。懐かしい、それだ、こっちには送っとるよ多分。あ、そっか、そう、私もそれ多分ね、送っとると思うよ。まあ、多分みんな覚えてるのかな。これ朝早かった日。あ、そうだそうだ、一番の絵だったよね多分、うん、めっちゃ長かった。これおもろいよね、それおもろい、それ見せてあげようよこれタピアだったの、嬉しかったね、うん、向き合ってる。おもろくない、この写真、うん、おもろい向き合っとるやつ
それ全然見せてないかも、オフショット。そういうのしていいの？いいんじゃない。でも何かに載せた気がする。さ、ストーリー何か載せた記憶ある、うん、これお互いが同意してたらしていいんでしょ。うん、みたいなやつやった気がする、うん、でもこの3枚ぐらいしか持ってないや。私もっと持ってるよ。嘘。うん、多分この辺。夏いね。夏い、え、夏い、ね、そう、その辺私漏れたんだよ。これうん、漏れたって思ったこれあの、あ、覚えてるよ、出たやつ、東京でね、フェス。これもうあれだ、生徒私の、うん、フルライブ、さんが手紙読んで泣いた日いつも千代さんより泣いてる。うん、それが前回遊んだ日だよ。あ、本当だ、めっちゃ前、うん、めっちゃ前7ヶ月前。うん、懐かしい。おしゃんの日、おしゃん、おしゃなんだっけ、おしゃぶりおしゃぶりの日、その日ぶりに私たちが今日遊びました。今日もおしゃだったね。うん、今日もおしゃだった。またおしゃぶりになるよね、東京で。映えな、インスタ映え旅行だった。マジめっちゃ今日のさ写真でさ、うん、5、6投稿ぐらいできる気がするね。できる、うん、これ東京公演。なんでわかるの？見たらわかるじゃん。全然わかんないよこれ東京公演だよ。この衣装でさ何回も公演してるじゃん。だこれ単日やった日だよ。あ、これ覚えてる。このここで撮った、ね、これ撮った。それ覚えてないわ。でも追加してないじゃん。違うよ多分。ジュンジュがもう、てか撮っとるっけ。撮ったでしょ、なんだかんだ。今日で増えたね。じゃあ今日でめっちゃ増えたね。さ、こんな増やしてない？8月から増やしてないことある？ほんとだよ、早いね。うん、早い。いっぱいあるのさ。ほんとだね。てか追加してないだけで、うん、こういうのもあるよ。あ、ほんまだ。ちょっとこれ見せよう。この写真欲しいんだけど。持ってない？多分持ってない。これ映え、なんかいい感じじゃない？これ秋田。懐かしい、楽しかった。なんか雪景色でね。うん、いぶりがっこ美味しかったよね、うん、なんか白身懐かしい。ひなさん、おひなちゃん、うん、そう、膝の上で寝とりみんなのやつ。懐かしい、超青春じゃない、ね、なんか部活動みたい。懐かしすぎるね。チャートリーで行けたの嬉しかったね。うん、またどっか行きたいね。行きたい、マジで行きたい、うん、この日もあったよね。スベイベー同じ日だったよね。あ、そうだわ、ね、シェイクシャック。あ、そうそう、あの日、うん、ミチュ、うん、この写真あった。懐かしい、思い出いっぱいだ。そうだよ、あるね。ね、また遊びに行こう行こう。ね、マジで行こう、楽しかった。今日でもちゃんと写真ある。なんかさ、うん、音楽番組とか、うん、公演とかやってももうどんどん写真撮らんくなるじゃん。その生誕の人とかじゃない限り撮らんけど、うんうんうん、張さんとは撮っとるけ。確かに嬉しい。ある。確かにタイピトの写真めっちゃある。いやでもマジでびっくりした、めっちゃ記憶力すごいわ。あ、懐かしい、これカラーズだ。そうねよ。あ、これ何、これ結局載せてないやつ。あ、花火見えた時だ、うん、これ多分私のしたよ、ストーリーに落ちていく。これを見せてあげんの音だけ、これ音だけ、かわいそうこれカラーズで花火が偶然見えた時の動画。あ、それは仕事にしてて ねカラーズのなんか撮った動画。違う、言葉で伝えていくわ。この辺ないんかな。うん、割とちゃんとある。ほんまだね、嬉しい。やっぱ写真とか動画に残すの大事だね。大事よね、うん、見返さんと忘れちゃうもん。もう最近や、この辺は。あ、最近だね。え、11月か。もう1ヶ月経った。1ヶ月以上経ってるってこと、うん、それから。早ーい。
はやいんご。でも最近一緒ないね、音楽番組とか以外。確かにね、でも最近なんかあんまり仕事してないかも。そういう仕事なんていうの、そういう仕事、うん、うん、語弊あるけど一人でしょ、めっちゃ普通にしとるけど、なんて言うんだろう、誰かとペアでみたいな仕事はあんまないかも。16人で仕事とか、これもいつか懐かしいねってなるんだよ。確かに、今日だね、うん、今日楽しかった、マジで。イエーイ、今日ほんまにめっちゃある。実はいっぱいあるんだ、ね、これ多分ね、うん、あ、出なくなった、なんかね、うん、出るようにしたよね、前もう忘れたよ、いっぱいあるでしょ、うん、いっぱいあった、嬉しい。実はあるんだな、まだね。夏ね、超懐かしい、成人式の1回目の、こんなんもある、あ、私がそう、この携帯で撮った時ある、ほんまだ、成人式のステージで習字書いたやつの写真、そのおかんみたいじゃない、あれでしょ、旅館の、うん、割烹着着て、あの汚れないように着たやつ、うん、56分じゃん、はや、お礼します、お互いする、お礼どうやってやってんの、いつも私普通に48位と24位読んで、うん、もう壇上読む。すごいやり方。じゃあまあでも今日は壇上だけでいいや。ほんま、うん、読みなよ、大丈夫、うん、読みなよ、なんで読みなよ、しょうさん読んどる、なんか私31位読んどる、読んでないよ私20位から読む。え、じゃあ読みます、私先に。どうぞ。20位ロッサ、39位バンブーホース、38位アツ、37位トップティーノ、まさかの呼び捨て呼び捨てしてた私、え、してないよ、呼び捨てしてたじゃない、え、してないよ16位、シードブルーさん、15位おいでます元気、34位おじゃまるさん、13位武田だけ、32位アキーザラ大好きマンさん、11位のりふみさん、10位ふうくろさん、9位イギータさん、8位キョンシーさん、7位コーラさん、ラッキーセブン、6位チルケンさん、5位グリオティーヌさん、4位マサヒロさん、3位ユリアンピースさん、スリースリー、2位ヨウイチさん、ツッツー、そして第1位はピラララヒュンケンさん、イエーイ、ありがとうございます、タワーもありがとうございました、イエーイありがとうございます。じゃあどうぞ。13位島津さん、12位矢島さん、11位ピレスさん、10位柴犬さん、9位 MJ さん、8位タさん、7位トシヤさん、6位奥行さん、5位前沼杉さん、4位ゆうちゃん、5位から拍手するの、あ、そうなの、そう、3位ナラブさん、2位浅香さん、1位赤色サートさん、ありがとうございました。そう、でもこう考えたら、うん、マジで勝手に蝶さんのお宅とか言ってしまった、ごめん蝶さんのお宅の名前知っとるわ、ほんま、多分七並べだわ、あ、私もなんか聞いたことあるね、七並べ上位、七並べ上位者、ああ、ありがとうや、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、へい、何分話した ?40 分ぐらい、何分くらいだっけ、でもなんか早かったね、うん、あっという間だった、ちゃんと振り返る配信したら、うん、2時間ぐらいいけそう、え、できそう、全然できる、今度やろうよ、やろう、うん、マジ超あっという間に感じた、ね、うん、もっと詳しい思い出を話してあげれるよ超身内でねもう見せずに見せずに、でも携帯あるのいいね、そう、そういうふうにさ写真とか見ながらさできるじゃん、振り返れるよ、全然いいね、私もやっぱ欲しいな、ゲッチして、そう、同室じゃないんですよ、そうなんだ、そう、サラちゃんの、サラちゃんとか言ってサラビの部屋が一人部屋だったからお邪魔した、そう、 そうだよ、そうだよ、同室なったことないよね、ない、本当にない、うん、何気に2期とあんまなったことないから、うん、
うん、あ、59だ。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。